クレイ行クレイ行後期10年12月24日は、中国民末、新書の詩人。字は、春光、後は梅村。南直霊体創建出身。数定4年の傍願。管理委員編集となった。南京国古館市業と諸子を務めた。民の滅亡後は、南京で広光三角の朝廷に一時使えた。その後、 清長に強制されて、国子官採取を務めたが、三年後に、母のもにあって故郷に戻った。民心領長に仕えた結果になったことを、彼は、生涯の恥とした。父は、クレ、母は、主子。四歳年下の弟に遺説。先祖は今山の名族であり、その中には、ご中選圏伝に料理として称された、クレユも見られる。祖父のクレイギの時に、 大層に移った。梅村は、幼少期より英法を表した。また、社の名手、長広氏をも短足させたほどである。その後、梅村はまた社の成立と同時にまた社に加わり、数点四年には、長広氏と共に、新氏へ九大。直ちに管理員編集を授けられ、一気に、流し入れ渡った。当時、わずか二十三歳、異例の出世であった。翌年に、 数帝帝からの特別な優待を受け、結婚のため故郷へ戻ることを許された。数帝8年には、実六三治むに命じられ、数帝10年には、東宮公読官に命じられた。この頃梅村は、帝の激林に触れ、留託される、王道衆の解放に尽力し、次第に、正義派の中で頭角を表すようになった。数定十七年、民が、北京で滅んだ。 この時梅村は、故郷大層にあった。彼は剪定を思い、自殺を図ったが、家人に気づかれ失敗に終わる。間もなく、福王が、南京で即位すると、梅村は召されて、小船時となった。しかしこの臨時政府内では未だに闘争が続いており、それにいち早く感づいた梅村は政権を見限り、辞職した。翌年、真の大軍は南進を開始した。 この時に、梅村は、ヒラ六首を歌う。朝廷の無能さを嘆いた梅村は、やがて積極的に生きることを諦め、余生を自然都市の中に見出そうとした。しかし、順次十年には迫られて、北京へ上り、国古間採取に任ぜられた。一族を犠牲にしてまで慎重に抵抗しようと思わなかった梅村であるが、この出来事を死ぬまで後悔し続けた。 順次18年、カツラ王が捕らえられ、雲南の李帝国が死亡すると、台湾の帝成功一族を除き、中国には平和が訪れた。この頃には、梅村の名は広く知れ渡っており、彼の歌には、亡国の悲しみがあることも知れていた。もともと病弱であった梅村は、後期10年の冬に病を得た。そして12月24日に死亡。梅村は、 礼はおじで、と安市山の梅と共に葬られることを強く望んだ。母子名さえも人に依頼することはなかった。ただ墓の前に、詩人暮れ梅村の墓と濃くした石を建てるように命じ、人々はその遺言に従った。梅村には、亡国詩人以外の多くの顔が存在した。文章家、思想家、詩学者、擬曲作家、高難党社運動の領収。 そして性格でもあった。また、絵字にも精通しており、千見駅、強化な絵字とともに、交差三大化と称されるほどであり、文学以外にも多彩であることが伺える。梅村の絵画作品が現存しているか否かは、はっきりしていない。陳陰閣死にると、交差三大化志画豪館という書物があり、その中に、梅村の絵に、 千賢本が詩を書き込んだ作品が存在するらしい。梅村の育った大僧は、王聖帝の出身地であった。つまり梅村は復古派の中で基礎教育を受けて育ったのである。したがって、王聖帝に対する尊敬の念は、生涯変わることはなく、あまり他人の文学については口を出さなかった、梅村であるが、 王政帝に関してのみは敬母の思いを込めた口調で随所に現れる。梅村は10代後半頃には、長広氏の元に入門した。元より文学的才能はあったものの、広和であまり外の世界を知らなかった少年が、長広氏のような支配力を持つ人格の持ち主と出会い、強く影響されたことは明らかである。梅村に生涯多方から政治的に利用されるなど、 主体性の欠如を感じられるのは、この幼少期の出来事が大きく関わっている。実際に、梅村が、詩人や文学者としてではなく異性者として、功績を残したことは、ほとんどない。数回政治に参加するも、それは梅村本人の意思ではなく、周囲に利用されて、という形であった。彼の意思で行ったものといえば、数点四年の過去、くらいであろう。 しかし、過去の受験自体は、本人の意思であってもその背後には、長博氏の意図、さらに優等で求大したことに関しては、終演樹の政治的判断が大きく絡んでいた。このように、過去への優等の求大から始まり、梅村の生涯は、悔いの連続となっていくのである。以上のことから、上記の王政邸、蝶臼の二人は、梅村の思想にかなり大きく影響していると、 考えられる。また、梅村はあまり自分を語ることを好まない人物であったとされる。幼少時代を記録するような書物もあまり見受けられない。梅村本人が自分を語る内容で最も詳しいものは、後期十年十一月二十八日に書き残した遺書、ともこ書であろう。自己粉飾の可能性もあるものの、最も信用できる資料である。この遺書の中では、 自らの幼い時の苦労を語っている。梅村の特徴として、先朝の滅亡を悲しみ、過去に昇進したことが挙げられる。そのことが、死の作風にも大きく影響しており、彼の死は、祖国が滅んだことへの嘆き、自分が祖国を裏切ったことへの恨みなどによる愛歌が、多い。特に明から清への交代は、民からすれば異民族に征服されたことになる。 それゆえに、彼の名への追悼、清への恨みは、とても大きく、強く作品に反映されている。また、幼少期から才能が開花し、若くして朝廷に召され、地位を手に入れた、梅村であるが、その後妙朝はどんどん傾いていき、輝かしい人生は妙朝とともに崩れ落ちていった。全体的に、梅村の作品に暗い印象があるのは、 これらの激動の人生が理由である。しかし、彼の作品の全てが亡国を嘆いたものであるわけではなく、若い頃の作品は、華やかな才能が輝き出るものであった。また、彼が生み出した、女子主刑は、梅村からだと名付けられて後世に大きく影響した。梅村は死に関しては等をも半年。 文においては闘争を模範とすると主張するものの、論理性はあまり見受けられない。そして天候を多用する。さらに風刺の際には曖昧な表現を用いるので、注釈を見ながら読んでも意味を理解できないことがある。また、梅村は演詩でも有名である。しかしその演詩は、ただ華やかなだけではなく、亡国の悲しさが込められている。 縁詞に、亡国の悲哀を織り混ぜることにより、愛観を加えるというのは、梅村の得意とするところである。秋風落日、長笛愛歌高括っぱなし船等を愛用するが、これは、東大の詩の慣用句を組み合わせて使っているものであり、復古派の特徴でもある。梅村体の重大な欠陥は一つの詩の中に、同じ文字を何度も使うことである。おしこ曲という詩を例に挙げると、 湖が5回、煙と風が、それぞれ4回、柳、雨、木が、それぞれ3回、さらに草、月、京船、桃、天、葉が2回ずつ用いられている。しかし、梅村の詩はこれらの文字の重複を気づかせないほどに、美しく構成されており、この欠点に気づけないほどである。梅村の詩の総数は、本により異なっている。 後期初年に刊行された20巻の夢中本の配列によった集覧、戦中いわく死は千三十種、死を九十二種とされている。梅村の死集、中は以下の通り。1、梅村集40巻、後期詩中8年間3、梅村先生変年死集12巻ほど、僕校中民国18年間4、呉市集覧20巻、境藩中権流40年間、 5クレイ四戦中十八巻クレイ翼大鳥中華鏡19年間以上の文集を確認してみても除外された作品が多く存在することがわかる。これは、対震戦争を歌ったもの成長に対する批判を歌ったものを削除したのではないかと考えられる。また、そのような理由ではなく削除された作品もあり、それらは、 梅村自身満足の言っていない作品であったからと考えられている。自分の身に危険が及ぶであろう作品、満足の言っていない作品を梅村自身が削除したことで文集から消えた作品が生まれたのである。梅村の親友であった陳史龍は梅村の死を花肌、理に似たりと称している。これは理の七律が 王制定から高く評価されていたからではないかと、されている。白、角すぐる来た友人ジロモンに、来たの友人に会う、風人漫い岩木頭風人漫画目い岩木の、頭たる酒愛観な客うれたる酒商意見て、客うれを話しる、友心遊書き 断北度油心書ありて北土を断じとばやし、無用門聖衆森林つがなきやと聖衆に問う、恩心古国品開始を深く古国しきりに首を、めぐらしみことのりいたる中原尽くし涙流昇いたりて、中原ことごとく涙流す交差速根株聖交差、速根株左官にねえん、消失あざみもむ秋ねえん、消失たり、あざみもんの秋、砂ぼこりが巻き上がる中、南京にて、 猿酒の前に向かい合い、旅の憂いを語った愛心からは、手紙があり、北方のことを話した森林は無事なのかと、青州に行って、尋ねようとてもよくしてくれた祖国はもうなく、しきりに恋しく思う御子とのりを聞き、国民は皆ことごとく涙を流した。しかし交差は、戯れ楽園優に溺れている。御両はわびしいことだろう。歴代の御門を祀ったあざみ門の秋には、 かおんなおんなにかすすすむちょうれんきょやすようやくちょうじて、きょのやすきをあわれみしょうすいさとるしなんすすむに、おとろえんとして、このがたきを、さとしゆばんらいとうか立ばんにとうかにきたりてたち。けいしゅうがつちゅうみたずさえてげっちゅうについてみる、弱きじゅうしえよきよりしについて、えなるをよろこびひんぎしつははかんひんなれば、 母を失いて寒気かと疑うまた地団を地またた知る。王子を断ずるを、生まれび、在長は生まれび長安にありとだんだんと成長し、女の子が育てやすくなることを愛しく思う自分は、老いて行き、男の子を産むのは、難しいと感じる夜、明かりの下に来て立ちてをつないで、月の光の中で見たりする、小さい頃から先生に習い、聡明であることを喜ぶ貧しく、 母を失って、寒い思いをしているのではないかと思うしかし、昔の出来事を話すことを知っており、自分が生まれたのは北京だったという、恋恋感に気中糸感は、気中の糸に似たり、折り咲く草子樹折り手草子樹と、作るさんわしに異常花わしは、異常の花に似たり春風吹きふさっ春風吹きけども、さらずあなたは木の糸のようである、折って、草子樹のように作りましょう私は、 衣の花の模様のようである春風が吹いても飛んでいくことはない。ありがとうございます。